はい、始まりました、先ほどの続きでございますと、オッケーという感じです。ですね、なんかね、特別な仕事ってのが増えてて、おお来た、町への引っ越しって書いてあるの。え、引っ越し、うん、え、俺ら引っ越せんの？うちらの引っ越しじゃないんじゃないの？俺らのじゃないけど、え、引っ越し業者、わかんない、どうなんだろうね。そういう業務もやるんすか？いやー、ちょっと聞いてないけどね。それちょっと仕事選んだ方がいいんじゃない？いやでもね、監督に話しかけないとって感じなんだね。あー、じゃあ戻りましょうか一度。うん、ちょっと受けるよ。あー、登ってっちゃった、登ってっちゃったあ、言いなくなった。現場監督に話しかけますと書いてあるね。はい、うわ、ばつれてくれ、つれてって、お全然関係ないね。うん、こう、レッツゴー。あれ、どうした？この子も結構バリカありそうなんだけどな。うわ、でも3人縮んではいるが、なんか射出されそうなんだけど千輪上がっちゃって千輪上がっちゃって、ちょっと力が出ねえ。あー、お、あ、進んだね。あ、なるほどなるほど、なんだこれ、何やってんだしかもこっちやねえんだよ。いた、俺なんか入った、パターン、パターン入った、パターン入った、パターン入った、もううまく進めなくなっちゃった。パターン入った、パターン入った、あっ、おっ、人強いな、強いな、人こんな強いのも。じゃあ本部に戻してくれ、本部に戻、じゃあ全部戻せよ一旦。はい、人間だけ戻せんの？人間無理だな、人間は人間で車に戻れば、うん、車に戻ればいい。戻りました、よし、うん、はい、監督、監督、よいしょ、監督仕事選んでくださいよ。俺合格っすか？あー、ドミシャ、ここにいたのか、こっちに来てくれ、話し合いが必要な、とても重要な問題があるんだ社長、どうしたあんだい、ピート、社長、俺合格っすか？なんだお前は、なんだ今本当に素晴らしい仕事してくれてる。仕事を覚えるのも早いし、毎日新たな経験を積んでいる。これ大きな視聴者に値する。うるせえなお前は、なんだよ、え、そう言ってもらえると嬉しいよ、ありがとう。でも私はそれだけ以上なさそうだね。その通り、ここからが本番だ。将来成功を収めようと思うなら、我が社にはさらなる確証が必要だと思う。もっと複雑なプロジェクトを引き受けられるように、もっとたくさんの、もっと大きな機会が必要だ。それにスタッフもあと何人か必要になるだろう。え、手短に言うと、もっとスペースが必要なんだ。スペース、だからもっと大きな社屋を探す必要がある。なるほど、街の中が理想だ。お客さんに近くなるからね。え、なるほど、うん、大きな一歩という感じだね。でも君の判断を信頼してるよ監督に。だから君が引っ越すべきだというならそうしよう。条件に合う場所をどうやって見つけるんだい？俺らどの立場なのこれ？不動産業者と話をしたんだ。こいつ誰、この監督わかんない、監督誰、ね、この監督はさ、どっちが偉いの？うん、全然分かんない、関係が。現場監督にしたって本部にいるからな。本当だよ。こっちは社長いるやぞ。町にある工事見。ああ、なるほど。これ町に見に行くって感じなんだな。会社の引っ越しこれ。じゃあ現地集合で、まずいくつか用事を済ませないと。現地集合？現地集合だってよ。仲介業者に話しかけます。仲介業者の引っ越しって感じ。あ、なんかナビが出たね。本当だ。じゃあ行きましょうか。行きます。あ、これクレーン付きか。せっかくなら買った方で行こう。お、でも売ろうかなっていう話が出たんだけどね。あれ、え、もういらねえからよ。あ、結局、え、いらねえ、売るの今のとこいらねえだろ。まあ今のとこはいらないけど、今後必要になってくるのかちょっとわかんないな。待った方がいいかもしれない。いいのかね。そうだね。うん。言ったところで全額返ってくるわけじゃないから、ね。75%。確かに。結構いくね。うん。さあ、行くぞ。さあ。
ここ。あ、なんだ、また今もしかして今の車に当たったの。もう無視だよ。無視だぞ。違う違う違う、今のは鉄道さんが運転してる。あいつも下手なんだな。あの人も大概だからね。あいつも下手なんだ。何をおっしゃる。前から車来てんのに、ね、避けねえの。うん、ね、自分が一番強いと思ってるから。他のゲームでもそうだよ、ね、信じてるから俺自分のこと。信じすぎてんだよ、うん、それで失敗してんだよな。本当だよ。さっきもだって俺と鉄道さんで乗ってたけど、うん、ちょいちょいあって言ってんのはあの104キロで正面衝突してる、うん、わー半端じゃないね。すごい。まあまあそれそれは当たっていくんだな、うん、信じてる意味がわからない。さあもうちょっとでつくんじゃないの。まあ左なんかこれできてるじゃん。なんかできてるね。おおー、この橋渡るんだ。なるほどなるほど。ここね、ここに行って、ここ右だな。すげえ運転。曲がります。あ、いいね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 。いや、いや、まだまっすぐだね。結構遠いな。すごいな。路中がすごいね。都会じゃん。は、うわ、左、手前、すごい、なんかあれ。お、なんだなんだなんだ。三本の塔みたいの立ってた。本当だ。左のとこ。教会かな。お、なんだあれ。本当だ。すごいね。ここ左だな。あ、いいね。右？あれ？なんかあったわ。ポールが。ポールに。すげえな。すげえ都会だな。もう仕事いっぱいありそうだな。仕事いっぱいあるぞ、これ。これは。ダメかも、この運転手。はい。オッケー。あ、つついたぞ。ここだな。都会の信号は家庭な。多分今の人だな。今の人だった。こいつだな。すごい、この辺。なんだあれ、橋作ってんのか。仲介業者の話かけます。皆さんこんにちは。私はミン。道路かな。さっき電話で話しましたね。ようこそおいでくださいました。皆さんの会社にぴったりの場所を見つけたんです。こんにちは、ミンさん。はじめまして。ドンピシャと言います。どんな物件があるのか今から楽しみだよ。もっと詳しい話を聞かせてもらっても。ええ、喜んで。この事務所は以前機械レンタル会社が使っていたんですが、数ヶ月前に会社を畳んだのですと。校内には車両24台分のスペース。すげえな、24台だって。修理場、立派な管理棟があります。スペースはたっぷりあるし、町の中心部で建築材料販売店と港に近いという立地は大きな強みですよ。うんうん、はあ、我が社にぴったりだな。ここなら会社を拡大して保有車両も増やせるね。もちろん御社のような前途有望な会社なら分かってるじゃないか。次にたった、10万の賃貸料の支払いは余裕でしょう。なるほど。月だね。1万円かかるのか。月1万円だね。月ってどういうことになってんのこの中だと。うん、ちょっと分からないね。そうだね。そうそう、忘れなく、うん、こちらは使用料に応じて計算されます。ああ。かなりの金額だな。同僚と話し合わないと。どう思う、ピート。そろそろ次の一歩を踏み出す頃。誰？ピート、俺らに話してくれよ。あ、ピートってあの監督だわ。ああ。もちろん大金だし、大きな責任を持ってる。うちらの意見も聞いてくれよ。それでも今給料もらってねえんだぞ。同じ無茶だと思います。まだ。ダメダメダメ。ダメダメ。それが正しい判断なんだ。いや、ダメだって。どうかだよ。違うって。すげえ盛り上がってんじゃん。感じ読めねえな。決定だ。この社屋に引っ越そう。ミンさん、これで話は決まりだよ。いい承知しました。おめでとうございます。すぐに事務手続き始めますね。それからこれは新しい社区の鍵です。大成功を祈っています。早い。もう契約しちゃった、契約契約しました。あ、なんか通行人が、あ、視点が変わって、あら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 、なに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 、どうなってるの、どうなってるの、何それ、ここ見てんのか、ここですよみたいな。あ、現場監督どこ行った、あれ監督どこ行った、はあ、あ、監督もここだ。はい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 、はい、あ、ピートここだね。もう一回こいつに話しかけます。やあ、ドンピシャ、全く君は自慢の相棒だよ。あれは正しい決断だった。ああ、そう思うよ。それで引っ越しによって事業の何が変わるんだい。これからはもう楽しいことばかりじゃないぞ。引っ越すということは毎月のコスト支払いが初めて生じるということだ。ほら、何、車両
と職員にも定期的な追加コストがかかる。つまりこれまで以上に支出に目を光らせなくてはならない。ほら、うわ、会社のセクションに財政というメニューがあるからな。いや見てた見てた、やば、話がうますぎると思っていたよ。でも OK、 ちゃんと調べると思う。それも押せえよ、知らねえの、押せんだよ、押せえな。それも仕事の一部なんだろう。その通り、君ならできるさ。もう一つ大切なアドバイスを。各月の最後に口座から創業費用が自動的に差し引かれる、これには事務所の賃貸料と追加費用、車両走行経費、車両走行経費、うわ、賃金が含む、賃金、賃金ってこと、ここでもしかしてようやくじゃあ給料が支払われるなるってことですね。万歳、万歳、万歳、新社長、万歳、概念ができてしまった。はぁ、システムが出来上がってしまった。月末までどれぐらい時間が残っているかは、右上隅の口座残高の真下にある緑色のバーでわかる。おう、バーが満タンになる前に税金を支払えるだけのお金を用意しておくんだ。マジで払えなかったらどうなるの。払えなかったら、それじゃあ仕事に取り掛かろう。さて何から始めればいいのかな。まず新しい事務所に車両を全部移動させよう。お、え、オッケー、張り切っていこう。あ、でもペロリン2個持ってきたぞ。集積ダンプを町の本部へ運転する。集積ダンプか、緑のやつか。あ、ショベルもだ、ショベルもだ。え、あれでしょ、これ持って帰ってきちゃったよ。1個戻さないとだね。そうだ、あ、でもこれ、あ、そうか、1個だけ戻そう。全部ワープできねえのか、ね、うん、え、2個でも、あ、いいのか。ショベルくっつけて持ってこないといけないでしょ。うん、確かに。ショベルとあれかな、緑のやつかな。じゃあ緑のやつ持ってきますんで、お願いします。うっ、じゃあ俺これ乗りますんで。うっす、ちょっと待って。へえ、やっと、あとやっと支払い、クレーンのやつと、うん、ショベル。あれ、ショベルどこ行った。ショベルない、あれ、じゃあ戻そうか。私の会社ショベルどこ行ったのかな。ショベルカーがないね。あれない、今本部に。あ、帰ってきて、帰って帰って帰って帰った。じゃあトラック1個戻してもらって、うん、うん、じゃあこれを戻してください。うん、どれ、あ、ぺちゃんこ、ぺちゃんこのやつ、ぺちゃんこ、うん、どっちだろうね。感じて、あ、乗ってる方わかるか、これかな。はい、おお、あ、来た、はい、で乗っけて、乗っけて、うん、あとこのクレーン付きのトラックと緑の持ってけば終わり。じゃあ持ってきて。じゃあちょっと標準くん、この街を見ようじゃないか。ちょっと人で足んねえな、一人。あ、足んない。人で足んないっす。あ、足んねえってよ。足んねえ、言ってくれ。足んねえって。何？もう言ってくれ、言ってくれ。何が足りねえんだ？もう3台動かさなきゃいけないから。ああ、動かしてくれ。よし。なんだぞ。やべ、アドバイスがやべ。どれだ、ショベルか、使用中。あ、これ、このクレーン付きのやつ、それそれそれ。うっす、ちょっと街に出てっから。あー、あれなんだろうな、タワー見てんのやつ。街ってどこ、これ、どっからどういうの、これチャリンコとか乗れりゃいいのにな。あ、こうか。チャリンコ乗れりゃいいのに、これチャリンコ乗れるようにしてほしいわ、うん、あれ、あれ、あれ、わぁ、なにあれ、シンデレラジオみたいな。シンデレラジオ、シンデレラジオ、うん、なに、ね、これなんかすげえ斜めになっちゃうな、ここ。わぁ、なにこれ、え、これラブホマジラブホ、すごい斜めになっちゃう。すげえな、ほんと田舎にあるラブホみてえだな。もっそんな立派なあるよ。ちょっとちゃんちいでしょ、高速の降りたところ。すげえな、目の前まで行ったら書いてあるよ。絶対町の中心の教会じゃねえぞそれ。町の中心のラブホ、それ、ラブホでしょ、これ。休憩いくらか書いてあるよ。ステイとか書いてねえな。あー来た、やっと来た、やっと来た、やっと来た、金になってるわ。よし、金が異常なことになってる。金というのは、あ、オッケー。あれ、すごいなってる。鳴らしてるやつがいるな、中で。中ですげえ鳴らしてるやついるぞ。何？金を、何鳴らしてる？金を鳴らしまくってる。コースじゃない？そういう。そういうコースなのかな？金コースでしょう。
なるほど。気持ちいい時に。カランカランカラン。気持ちよかったらギャーって鳴らすのか。カラン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 。じゃあすげえぞ。すげえことになってるぞ今。大絶頂だよ今。どっちから行くんだっけ。トンネルからだよな。トンネルからだよね。うわあなんだろうこれ。じゃあ大きな橋だよね。え？あそうそう。なんか。スパルタン X に出てきたキャンピングカーみたいななんかあの出店車で走るやつあったみてえなのがいっぱいあるな。なんだこれすげえ。これどっかどういうか。あ、危ねえ。うわ、早い早い早い。危ねえ。え、早っ。人がいねえ。スピード出ないね。人が全然いねえ。60キロぐらいしか出ない。みんなの教会の中いるんじゃねえ。教会の中こもってんのかな。こもってんね、多分。なんかちゃんと服屋さんみたいなのもあんだな。ここショッピング、あ、ギター。へぇ。ギター売ってる？ギター売ってる。ギター。レスポール。レスポールあるじゃん。レスポールあるわ。ほんとだ。意外と細けえな。あ、やばい、事故った。あれ？頼むよ。ちょい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 。大丈夫です。シティセンターって結構でかいな。この街のいいねー。もうショッピングモールだね。もうあの街というか村は簡単に捨てた。そうだね。簡単に捨てたね。あそこは簡単に捨てるでしょ。そこはもうだって、うん、仕事もねえしさ。あんなとこでやってたから安いんだよ。そう、給料ももらえねえしさ。そう、あんなとこでやってたらね、ダメだそれ。みんなダメなんかじゃダメですよ。多分ね、違うんだよ。あのピートっていうあの監督で泊まってたんだお金が。え、あいつがね。あいつがね、全部ポケットに入れてたんだよ。まあ確かに。このとかに来てだから殺されるイベントとかあるんじゃない？そうだね。ピートを殺せっていう。埋めろってやつが出てくると思う。まあね、十分できるよ今なら。埋めろ。埋めろ。夜埋めろっていうイベントが。やるようによっちゃコンクリートも出るからね。そうだね。でけえな。あ、これ下がこれ全部駐車場になってんのか。24台止めれるって言ってたけど。やばくない？すげえでけえ。24台。これ全部駐車場だ。あ、来た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 。よし。いいじゃない。いいぞ。1台終わった？なんかフリマやってるな。ありました。1台終わったね。オッケーっす。1台終わったわ。あいつら遅いな。遅いっす。新人君が一番早いじゃないか。うっす。何やってんの？そいつ何もやってねえんだよ。何もやってないの？そいつショベルも入れてねえし。そう。あ、いるな、そういう新人。何もやってねえんだよ。いるいる。やってるやつ。とりあえず作業してたらそのまま何も言わずにいなくなった。いるいるいる。乗ってきましたっす。すげえ遠い。遠いね。集合だけは早いんだな。これだけ持ってこいって言われたんで、これだけ持ってきました。ああ、あの、融通聞かないやつね。これしか言われてないんで。うっす。はいはいはい。来た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 。到着しましたね。あと1台。ショベルか。ここじゃねえよな。あれ？そっちか。多分ここに並ぶんだろうな。そう、なんかね、下のところに多分ね、並ぶんだと思う。間違えた。いや、全然全然スピード出ない。あれ？しゃあない。あ、そっか。よし、乗せなかったんだっけ。うん？ショベルはショベル持ってきてるよ。今、あれがの持ってきてる。そうか、そうか。あれ？もしかして何？標準さんが持ってきたやつが。クレーン付きのやつ？クレーン付きのやつ？うん。あ、バカ野郎だな。
なるほどね、乗せずってそういうことか。くそ、どこだ、しかもどこに止めてんだよ。違う、あれどうなってんの。違う、こうか。ほらい、あガッガッていった今。ほらい、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 あとよろしくお願いします。見えてきた、来た、見えてきた、やっと、やばい、ちょっと車、これマジ運転うまくなってきたな。オーライ、あ、オーライ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 、オッケー、よし、あ、来た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 、おー、便利屋、あ、終わった、オッケー、現場監督に話しかけます。あ、じゃあちょっと止めといてくれ。あ、そっち行っちゃう。あれあれ、お前そっち行くのか。よし、もう標準、もう標準さんと同じことしてる。ほぼ同じことしてる。じゃあ話しかけておくから。あれ、車両の引っ越しも完了した。我々の事業は新たな省への扉を開くんだ。吹っ飛んだぞ。前進するための最善策は、利用可能な請負チェックして一番儲かりそうな仕事を選ぶんだ。なるほど、うんうん、そうしよう、うん、もう言うナスがままだな。新しい車がアンロックされました、ほぼ待ち。ここには会社も収入0円だって。しかし注意しましょう、これからは車両、作業員、そして社屋にも毎月のコストがかかります。財政概要で支出に目を光らせます。そう、車両置き場が解除されました。なるほど、うわ、口座とか空きスペース以上の同じ車両、へえ。車両取れる車両メニューからお金と取り出すことができます。何やってんの、毎月の整備料が半分しかかかりません。なんか一人ヒーヒー言ってんの。ヒーヒー言ってる、よし、ちょっと間違えた、よし。あー、ちょっと待って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 。なるほど、ここからじゃあコストがかかる。おほー、今運んでますから。うん、あー、創業費用がかかるようになったな。なるほど、しょうがない、本来はそういうもんだからな。うん、うん、あれでも給料0円って書いてあるな。ちょっとちょっと割り当てて、割り当てて、割り当ててよ。給料0円って書いてある、割り当ててちゃんと。無理だからね、そんなの。でもなんかね、増やすとかないの、なんか食わせていかなきゃいけない家族がいるんだから。そうだよ、俺らだって一人じゃないんだよ。あ、いいのかな、じゃあ。あ、これか、君たちはどうやらあれだな。嘘でしょ、嘘でしょ。あの雇用形態がちょっと特殊なんだな。俺ら何、家族みたいなこと、どこ通って入ってきたのこの会社。何、そこからね、なんかそんなはずはない、正規にね通ってこないと給料払われないみたいなんだな。いや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 、うん、俺らじゃ今まで正規なの。うん、逆に、あの正規のルートがちゃんとあるんだよ。で、え、そっちから来れば、もう一回やらし、じゃあそこから入れさせてくれ。どんどんあるみたいでさ。どこ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 、ここから入ればいい。君らね、気づいたら入ってたからさ、気づいたら入社したから、もうちょっと分かんない。ここからやり直す、ここからやり直す、ちょっと入ってきて。はーい、あー、入ってきたね、お願いします。入ってきた、入ってきた、おはようございます、おはようございます。うん、今日も頑張っていこう。えい、おい、どう、そうだね、見てみる。うちらの横にお金のマーク出てない？うん、出てない。うん、給料ゼロ円だな。君たちがいないなんていうか、いない。君たちがここにいない。マジで？うん。ちょっと待って。雇用されてない。そうだね。雇用されてないんだ。ひょっとして？何？窓口どこから来たんだよ。バイトですらなかった。何？バイトですらないな。おせっかい焼きじゃん。なんか手伝いで来たの？そう、先生ボランティア。うん、友達感覚。何これ。うん、なんか手伝いやるぞ。まだやるの？うん、やるよ。さらに命令もされるの？うん、やるぞ。ちょっと1個、とんでもねえな。1個仕事しよう、1個。まあお金もらえるかもしんねえからな、それで。そうだね、一番高いやつ、じゃあウッドパネル付きのモダンな戸建て住宅。お、トンプソン、戸建てはいいよ。トンプソン家って書いてあるな。トンプソン家、上のもトンプソン家って書いてあるな。まあいいか、あ、間違えた。金持ちだろ。うん、はびこってんじゃない？かな。トンプソン一族が。じゃあこれやろう。
じゃあ、パッパッてやるよ、これもう。はい。引き受ける。お、コンテナを材料販売店から取得して貨物をマークしたエリアの中へ。そうだ、緑のやつだな。そうですね。その後は、あ、掘削するね。お、それはやったことないぞ。あれですよ、あのショベルカーで掘るやつ。ああ、掘るのか。それじゃああれだね、標準組やってもらわないとだね。そうだ。ステージ1は、まずコンテナを材料販売店から買うじゃん。買う。乗せ、それを現場に置く。うん。で、マークしたエリアを掘削する。うん、で、コンテナ1を、現場から持って、マークしたエリアの中、砂利採石場って書いてあるね。うん。うん。またそこ行くんか。書いてあります。ん？フォークリフト？フォークリフトタダじゃねえの？無料でレンタルじゃないの？あれ無料でレンタルじゃねえの？え？こっからひょっとして。こっから金かかるようになるの？え？嘘。嘘？じゃあ今まで何だと思って貸してくれてたんだろう？え？いやだから町は優しかったんじゃない？町になるとかかるようになるの？フォークリフト。あっちはなんか、本当なかったのか。あ、このリースかな。え、リース。リースマイナス13,000って書いてあるな。え、これかな。高っ。買ってんのかな。え、じゃあ買った方がいいじゃん。本当だな、買わせろよな。買えないの。買えないのかな。てか、これ、積載のやつ、すげえ遠いな。あ、こっからだと遠いの？今一応、向かってはいるんだけど。リースかかってるな。え、俺どこまで行くのこれ。何がかかってんだろうな、ちょっとわかんねえな。あ、待って、建設現場。あ、これもだ。43、じゃあこれ乗せて。うっす。なんだよ、村はほんと優しかったね。あれ俺何やってんの。口がらいなぁ。あ、いや、まだかかってるな。材料販売店よし。オーライ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 。どうさん、大変なことに気づいたんだけど。どうした。次の現場、うん、あの、向こうだぞ。ここまで来て。え、ここまで来て向こうに行くのかい。あれ、向こうだな。うちのさ、昔の会社の跡地ってどうなっちゃったの。あそこどうなってんだろうね。もうなんかデパートとかできてる。本部、でも本部町、本部村に行けるんじゃねえのか。どうなの、どうなのかな。行けねえのか、ひょっとして。行けねえのかな。終わったのか、あそこはもう売られちゃった。行けました。本部、一応本部はあるな。あ、でももういない、だってピートもいないよ。誰もいない。だってあっちにさ、車も残ってないでしょ、もう。残ってないないよね。うん、ワープもできないよね。あ、そうだね。うん、なるほど。じゃあとりあえず行こうか。現場どこよ。あ、そっか。あ、すーげえ、ほんとだ、村だわ。すげえ、村ですわ。村ですか。えぐいな、おい。ちょっと俺あれを、ん、緑のやつで、うん、後ろに積み込まなきゃいけないから。はいはいはい。あ、ここだ。材料販売店ね。で、なんだっけ。あ、そうか。それか。はい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 。オッケー。じゃあ、ペイさんと、あ、大丈夫。あの、ペイさん、ペイちゃんのところに飛ぶから。うん。よし。はいはいはい。コンテナください。コンテナ買ってください。はい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 。あれか。お願いします。これ移動した時のガソリン値かかってんの？え、まさか。ガソリン。ガソリンって概念が出てきた？いや、そんなことねえだろ。わかんない。給油がないけど。確かに。給油がねえな。勝手に自動更新システムとかね。便利だけどな。うん、これなんだっけ。維持費とりあえず社長。これなんだっけな。あ、来た。ガソリン代かかってるって。え、マジで。マジ。交通、あ、
あれだ、走行費がかかる。あ、走行費か。まあ、まあガソリンみたいなもんだよね。そういうことだな。ってことは距離遠いほど、そうだよ。これ、取られてんじゃん。取られてる。取られる。バカ野郎だな。これで、ちょっと待ってね。で、現場に運ぶんだよね。あ、うん、現場が…現場遠い。あ、現場ここです。マークつけた。俺も見えてんのかな。わかんない。あ、でも出てる。出てるから多分大丈夫だと思う。大丈夫。曲がしとけ、曲がしとけ。止まらないね。あれだな、なんか…急にじゃねえ。そうだね。仕事を選ぶときに場所を見た方がいいな。なるほど。うん。見れんのかな。遠いから高いとかあるんじゃない。あー、なんかありそうだね、その分ね。さすがにそこは、そりゃそうだよ。払ってくれるでしょう。わからんぞ。じゃあまたまた、あれかい、下っ端の働きをするのかい。そうだね、我らにまだ権威がないからな。ないもんね。だから、お金を貯めて、まず、その何か、新しいやつを買わないと、多分、ダメなんじゃないかな。俺一応自分のお財布の中では15万入ってる。それなりよ、なんか、会社に入れることできないの。あー、無理なんです。無理。無理なのか。自分のお金だから。そういうシステムを欲しいな。ファンディングシミュレーター社長がパチンって指ならそれ全部入ってきた。そうだね、あのシステム欲しいよな。そう、社長がほら給料だっつってみんなにばらまいたらパチンってったら全部あれはダメなんだ。あれいいシステムだったよね。あれすげーシステムだったもん。あれがないとダメだよな、ね、そんな力任せにさ、お金取られたらそんなにやる気もなくなるよ。社長が元気だもん。現金玉、そう、現金玉を分けてくれてたもんね。そう、みんな、オラに現金玉を分けてたもんね。めっちゃ言ってた。しょうもねえ。やべえ。バーミングシミュレーターの時は、うん、誰が社長だったの？標準さん。標準さんが社長だった。じゃあ、おめえが言ってたんだな。かなりやばかった。そう、しかも、バーミングシミュレーターは、なんか借金みたいなシステムだったの。しょっぱな借金しまくって、しょっぱな借金しまくれるんだよ。しょっぱな、そうだ、いいやつを買いたくて、いいやつもうだ買っちゃって、マイナスからもう重くそスタートみたいな、スタートして、で買ったやつがつかなくてくる。アタッチメントがいっぱいあるんだからね。そう、それが企画が違うなみたいな話してた。でその場でみんな切腹して次の世代に行った。ダメだ、ダメでしょ、ダメだわ。最低だな。で次の世代はそうだね。なんか俺それ見てたわ、うん、配信来世に行こうっつって。なんかよく言ってたわ。そう、来世に行った。よし、やべえゲーム。あ、ここか、この家。え、あれ一回やったよな、あの隣か。あ、隣かやったとこの。あ、いやいや、隣だよこれ。隣か、ほんとだ、隣だな。隣、うん、今トンネルをマークした。ここでいいんだよな。どっか、あ、後ろ、裏裏になんかあった。よしよし、あ、ここか。オッケーオッケーオッケー。あー、なかなか遠いですね、鉄道さん。遠いよ。鉄道さんも結構事故るから全然進まねえんだよ。何言ってんだい。もう4回ぐらい行ってるでしょ。3回です。しょうもな、低レベルな。50歩100歩だ。お、はい。あ、で、あれだ、あれ、なんか形が難しくなってきてるぞ。間もなく。マジ形が難くなってる。後ろにある。後ろにあった。横、その左曲がったところにあるけど。あら、なんか細…あれ、なんかほら、へぇ、そんなところを掘れと。ここか。これは新人にできんのかね。じゃあこれ邪魔だから任せてくんちゃい。あ、あれちょっと、あ、これ結構難しいな。あ、ちょっとハマリンコ。これハマリンコス。これハマリンコス。あ、これハマリンコスだな。あ、で出しとくわ。どうで。よし。さあ、見してもらおうか。
やりますよ。清純くんのショベルっぷりを。うっす。ここのね、紫の中を。うっす。お願いするわ。ちゃんと掘んなきゃいけないんじゃない？それ。お願いするわ。いいよ。折れるのかな？さて。え、で、ここに入れるの？あの、なんか1個ぶち折れてる？あ、やべ。あ、なんか飛ばしたね。あ、ちょっと、それ、目的じゃないの？ほい。入れやすくなったな。いい、うん、入れやすくしといた。ちょっと、よし。はい。お、そういく。お、あ、第一と。いいよ。お、あ、はい。あからの浮いたね。浮いた。あっさいけど。あれ刺しただけ。あ、来た。はい。はい。からの？え？嘘。これ何？これどっか入れるの？これ。え、これ掘るだけだな。入れるのこれ？いや、まあ掘るだけでいいと思う。いや、掘るだけでいいと思う。なんか、掘削せよって書いてあったから。ああ。よし。待って。あ？あ？あ？いいね。プレッシャー与えていくよ。社長が。何だ？どうなってんすか？社長。社長これ。今日中に終わるんですか？ちょっと待って、キビキビ動け、もっと。ああ、どうすんのそれ、この土。どうすんのそれ。じゃあ、まずそっか、じゃあ、社長、どうなってんすか？なんだ俺、日が暮れちまうよ。なんだおい、何やってんだ。おい、どうも、今、それ今、取った土じゃねえのか、今。おい。あ？なんだよ、どこで習ってきたんだよ。ほんとだよ、俺。なんだ？日が暮れちまうよ。ああ、もう入り込んじゃったよ。来てきた。いや、ちょっと読みそうだな。多分ね、そこ、もう、あれなんだよな。うん、同じとこばっかやってない。同じとこやってもね。だなんだよな。もうちょっと進んでもらえると、ありがたいかな。ちゃんと場所を変えてさ。それ俺だ。これ邪魔だな。邪魔だな。ちょっと、ぼかそう。え、これ邪魔？いいぞ。それで、アーム、ゲージを増やして。どかねえな。あってゲージを増やして。瀬戸さん、俺に任して。あ？あ、すごい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 ぐる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 なんて。オッケーオッケーオッケー、それでオッケー。ちょっオッケー、誰か、オッケー、すいません、それでオッケー。誰かいませんか？あれすいません、あれかぶっちゃったね。誰かいませんか？かぶっちゃったな。すいません、かぶっちゃった。あ、突っ込んでたな。外出ちゃった。今事故だな。あれ、こうやって来ていいところかな。あ、浮いてた。これ大丈夫かな、ここ。あ、いいよ、それ。ゲージ増えた。そう、その近辺を多分掘れば増えていくから。あ、ずずや。社長の目の前に。あ、やって。いや。力いっぱい入れてくるね。あ、いいよ。こっからは本当にお金が絡んでくるからね。いや、持ち上がんねえな。あ、なんだ。あれ、ガチャコンしやりやがったな。あれ、ガチャガチャやりやがったな。
これやっぱり変わるんじゃないですか。そうだね、ちょっとこれは俺がいないともう掘ってくれ掘ってくれ掘ってくれりゃいいんだよ。そう、先輩見せてあげれば掘ってくれりゃいいの先輩。いや大丈夫大丈夫大丈夫、ささっといけるいける頑張れ頑張れ急に頑張れ頑張れ、味方になっちゃったじゃん。おっておって、全然もうまだ半分もいってないよ。あや、まだ半分もいってないよ。あや上に持ち上げます。いいね、増えてるよ。おいいね、どうします。どんどん持って、どんどん持って。え、時間制限、時間制限あるの？どうさん、時間制限あるの？え、そんなことない？ないでしょ。そうだね、あるちょっと、あっ、おいしょ、ふんばれ、ふんばれ、よし、交代しろ、交代しろあと8分で終わらせなきゃいけねえよあと8分だ。よし、お願いします。そんななの？お願いします。ほら、制限あるんだ。8分、やべえやつじゃん。うん、これちなみにコンテナに入れなくても増えるから。この前コンテナに入れてないもんね、土入れてない、入れてない、うん、なんか結局入れなくていいんじゃん、結局入れなくていいんじゃんってなったもんね。これ入れる必要ないからね。あいつできんのか、こいつ。うっす、あいつはこいつでできんのか。やばいよやばいよ、やばいよ。何？ちょっと、どうしたの？どうしたの？どうしたの？何？どうしちゃったの？どうしちゃったの？何？時間ないよ。時間ないよ。時間がないよ。あ、どこ行っちゃった？消えた。あれ？あれ？どこ？あ、まさか。あれ？まさか。ここ。お前。どこここ？まさか。お前やりやったな。どこここ？え？どこやった？ちょっとマップ見て。あ、すげえとこいる。え、ちょっと待って、すげえとこいる、すげえとこいる、おしまい。え、何ここ？ジ・エンド。え、なんでこんなとこ来たの？どこそれ。ちょっと戻して。え、戻したら会社に戻っちゃうんじゃないの？会社戻っちゃう、戻っちゃう。いや、大丈夫でしょ。え、ダメじゃない？いやいやいや、だって本部今あっちだよ。いや、わかんないよ、そっちかもしんない。え、で、それで行っちゃったらどうするんですか？え、だってもうどっちもどっちじゃない？で、俺が迎え行くから。うん、まだまだ、うん、まだ望みを捨てるな。そこの方がまだ、まだ本当？ちょっと前、ちょっと行ったから一人頼むぜ。ちょっと待って、クソだせえな、クソだせえ。ちょっと待って待って、今すぐ行くから。本当？ドガーンって聞こえてんだよな。早く来て、後ろついてる、ちゃんと後ろね、ついてる多分。でもね、今ちょうど見えねえんだよ。待って、そいつ、そいつそのままリセットしたら近く来るんじゃない？どこ？あ、そういうこと？うん、ちょっとやってみようか。うん、バックスペースでさっき俺飛んだ。どこ行った？普通にここ来たわ。あれ、じゃあもう一回俺バックスペース行ったらそっち行くんじゃない？やめた方がいい？ほんと？やってみて、やってみて。来ねえか全く来ないところに。あー、ダメですね。なるほどね。それ本部に戻した方が近いんじゃないの？そんなことねえか。6分を切りました。うー、やべえ。走らせ。どの辺だ？どの辺だ？俺も今一生懸命歩いてるから。地図で、ね。マークつけるこれ。そうだね。つけてあげて。あ、本当にスコップ買ってやってほしい。違うよって言ってるな。ん？それは違うよって言ってる。それは違うよ。あ、仕事を受けられる時間だってこれは。リスト更新までの時間だって。なんだよ。なんだよ。時間ないじゃん。誰時間あるっつったの。あれ高木。違う。それが高木なんだよ。だったよ。誰よ。だったよ。嘘じゃん。高木。それが高木なんだよ。高木なんだよな。頼むぜ。誰よ、焦らせたの。焦って俺飛んじゃった。ほんと飛んじゃったじゃん。瀬戸さん今んとこ左だぜ。あ、ほんと？何もついてねえんだよな。
まだかな。そこ見た。俺今4キロで向かってる。おっす。おっす。ペさん、何そっち側行ってんの？え？上側から迎えに行くよ。あ、やべ。切り返して。まあだから社長何やってんの？俺カレーのステップ社長はねグルグルしてる。ステップ俺のとこ飛んでもあれだよね。まあ見てもな。それ見てもな。それを見ても車ごとは飛べないもんね。だって車ごと飛べないんだよ。車ごとは飛べないね、うん、あ俺の方だと時間見れてないけど、ドンさんの方だと緑色のゲージ進んでってんだろ。お金の下の、あ進んでってるよ。あやばいね。これがだって月のやつって言ってたよ。あ、それが満タンになるともう1ヶ月を表してるって言ってたな。だから全部やられるんでしょ。そうそう、このぐらい1ヶ月満タンになる前にそのお金稼がないと、お金を稼いでくれた。やべ、シビアなゲームだ。今んところでプラスだからね。あ、そうなの。まあ1ヶ月経ったところで大丈夫なんだけど。 OK、 右まだか。あ、もっと先遠いよ。うっそ、まさかこんなにワープ、もうバグの域だよね。頼むよ。全然よくわかんない道に放り出された。あそこか、そこにいんだ。町の方まで、町の方まで飛んだってことこれ。うん、まっすぐ。今の状態で家はね、入この前入れたね。右右右入れるんじゃないか、ここ右右、そのままもう右、よしよしよし、あった入れた入れた。すげえ、まあ、ここの時にしか入れねえからな、この家。そうだよ、そうだよ。窓です。こちらもめっちゃおせあれ。窓です。え、まさかそこで。こちらもうん、ここでもうこっち動かないと。しばらくかかるだよ。え、嘘、4キロだからね、俺。ここにもスタンバイ、ステンボーイ。おっせ、おっせ、窓です。ここが入り口かな。来たな。これドアです。これは何ドア？なんか。おっせ。そうか。マジか。マジおっせ。で、2階です。窓です。窓多いな、この家。窓だらけだね。窓だらけだぞ。ようやくペイさんをピックアップできそうだな。オライ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 、いいよ。おおおおオライ、マジ下手じゃない。オライオライ、マジで。オライオライ、あれなんかどうした、回転したわ。回転した、そういうのもできるんだね、それ。頼むぜ、うん、ちょっと。まだ行けそうにない。何で迎えに行ったんだっけ？いつもの。小型？ティラなんとかトラック。ああ、じゃあ今パンパンだね。あ、標準さんが降りれば見れるよ。あ、見れるよ。はい、しょうがねえな。どうぞ。しょうがねえな。オーライ、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 オーライ。おおおお。ああ、オーライ。あ、いやいやいや、オーライ、オーライ。オッレイ、あオッレイ、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 あオッレイ、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 いいよ、あオッレイ、オッレイ、オッレイ、いいの出たね。ちょっと、ヒョインさん、頭の部分からちょっと押してくれ。オーライ。こすりつけてるみたいな。ペーさんそれね。オーライ。先端も曲げて。オーライ。あいや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 。はい来た。オーライ。はい。オーライ。オーライ。オーライ。いやいやいや。オーライ。引き上げた。すげえな。ちょっとブリンってなるね。
しょぼくせぇ。早く乗せて。オーライ。動かない、あとどんぐらいあるんだ。なんかガリガリいってるけど大丈夫。ガリガリいってるよ、大丈夫。まだステージ1じゃないかよ。肩来てんじゃないの。あいやいやいや、あいや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 、よしよし、ガタ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 、オッケー、はい、オッケー、オッケー、運んでくれ。つける。他にもいっぱい仕事があるな。取り付ける。オッケー。後ろ、後ろあれ戻してください。ポイーン。じゃあ次走って戻ってます。待ってー、いけい。ああ多いなあ。え、どこだ。マップで多いぞ。どの辺だったっけ。ん、どの辺だ。え、場所、うん、場所は右上、現場って書いてあるよ。左上か、左上です。これか、左上のところです。からだな。行ってくれ。ぐーっと行ってくれ。ぐーっと、ぐーっと行ってくれ。住んでる田舎だからね。置いてかれるわ。せやな。田舎だからやっぱり、のんびりってさ。行こうよ。現場行きまーす。さあ、コメントでスパチャのこと言ってくれたのありがとうね。ありがとう。いいっすか。この前行ったんだけどね。何を言い尽くしたの。だから義務みたいになっちゃうのは。あ、ゆえゆえってやつね。そう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 、うん、それになるんだったらやめてくれ、うん、しなくていい。義務になりくなるぐらいだったらもう別にしなくていいね。全然しないでもらっていい、うん、知るか。でもなぁ、これはショートカット。あれぇ、あらい、あらい、これ完全に絡まってるね。積んだんじゃない、それ。あらい、どうしたの。どうなった。え、なんかそいつも持ってっちゃう。あらららそいつも持ってっちゃうか。完全に持ってっちゃうか。あらい、あらい、あらら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 、あらららら、あれ、あ、え、まあ、ない。シャクリ一緒に連絡治ったね。おおおおお、いや、早くついてくれ。今ようやく帰ってきた村に。向かってね。いいよ、うん、まだまだステージ1だからね、これ。やべえなー、やべえぜ。だいぶ昔の会社、だいぶ時間を使ったよ。ほんとだな。この本部この本部もう疲れねえのか、これ。どうなんだろうね。そこでよかったな。本部間で移動させてくれよな。わかるねえ、うん、本部間の移動できないかな。で、こっちに行くか。引っ越した意味わかんねえからな、うん、もうこれ乗って走らせた方が早いか。そうだね、うん、よろしく。じゃあ社長、なるほど、降りたら教えて。乗り込む。やった、行きます。行け行け行け、走ります。はい、後ろから補助するから。走ります。4キロ以上出てたら今俺らの補助成功してるから、
はい。やっぱ社長にやってもらいたいよね。そうだね。うん。あんなに言ってたんだからさ。はい。あ、お願い。社長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 。あ、社長。どう。大丈夫でーす。ああ、さすが。オッケー。おっせ。おお、早い早い。ここら辺をこれさ、ここさ、ここ中心にしたらさあ、もう全然違かった。そのまま真っすぐ行けたんじゃない。音がふぅー、ふぅー、につけました。あ、そこ、いやもう腕伸びるから。お前は本当にバカだな。お前はちょっと後ろ下がっちゃったじゃねえかよ。え、戻す？いや、そうだね、ちょっと戻してもらってもいいよ。よし、あ、本当に戻った、本当に戻った。よし、あ、いいね。よし、よし、あ、ちょ、あ、ちょ、あ、ちょ、あ、おめでとう。もうちょっと、もうちょっと、戻しちゃった。え、もう大丈夫、大丈夫、全部戻したよ。大丈夫、大丈夫。社長、だいぶ違うところ行ったな。これ怒られるやつじゃない？社長、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 腕が、うわあ、うわあ、うわあ、よし、もう一回。社長、ここら辺の下の地盤バニューラー。オッケー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 。うわー、任せとけ。俺だぞ社長。あ、いいよ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 いいとこ来てる、いいとこ来てる、バラーン、いいとこ来てる。この辺、この辺来て、この辺来て、そのまんま語りそう。逆逆違う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 。社長あっち行って、社長あっち行って、こっち、あ、そっち、まあ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 、いいよいいよいいよ、そのままそのまま。オッケーオッケーオッケー、はい、位置につきます。はい、オッケー、この辺この辺回ります。あ、いいね。まずこの辺、綺麗に元に戻るとは思わなかった。いいよ、そうそうそう、そこそこそこ、ここね、よし、この辺ね。こうだな。こう、そっち、そっち。こう行って、あ、こうだな。あ、ちょ、待って、あ、ん？そこ、あれ、そんな、そこ、社長。あ、さっきやったと思った以上に手前だったわ。もうちょい、ここ、任せ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 、ここ、任せ、任せ、ここ、任せ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 、新築、新築、新築、ちょっとガリるけど、すまん。ガリったな。なんでその端っこ行くの？なんで、もうちょっと左。攻めれば、うん、食い込ませすぎじゃない？アームの角度おかしいことってけど、上がるそれ。でも手が戻んのこれ。手変ななっちゃったよ。すげえ。一旦戻れない。うえ。もうして、もうして。よし、よし、オッケー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 、この辺行ってほしいんだよな。そう、この辺行ってほしいんす。え、任せてよ。俺の立ってるところ。いやいやいや、ここね、ここら辺掘ってほしいな。あ、そうね、うん、よし、いいよいいよ、ここいいんじゃないか。こうだろう、行くぞ。ん、その…待って待って、どこ行く。ああ、なるほど、よしよし、いいよぴったりぴったり、行くぞ。あ、来た、はっ、いい。手首返して、返して、手首返して、返して、で、戻して、下に、上に上に上上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 上げろ、上げろ、腕を。おい、あ、終わってね、まさか終わってないな。クソむず、手を上げろ、よし、よし、これ、下かな。で、外に、よし、出せ出せ。あとこの辺だね、あとこの辺、そう、ここ、この辺で終わる。
ちょっと待って。前出ないとダメかな、これ。お前斜めになってる。戻る。よし。よし。上げ。いや。よし。よし。よし。俺当たってないよ、クレームは。うん。よし。オッケー。いや、ちょっと行き過ぎか。行き過ぎか。いや、でもまあ。あ、オッケーオッケーオッケー。いける。ほんと、じゃあ文字前でもいいよ。文字前で。ちょっともう無理。よし。あ、でもぴったりなんじゃないか。からの？どこ？ここ？ここな？まあ、なんか適当に盛り上がったところ行けば多分終わるんじゃない？近くが見れれば。よし。よし。おー、ちょっと。おー、新宿よ。新宿よ。ぴったり。あ、ちょっと左。ちょっと。戻して。あ？戻して。その角っこ行くの好きだね、マジ。一旦戻して。一旦戻す？で、うん、あ、いいよ、あららららちょっと、なんかすごい、ちょっとエッチに見える。あー、ちょっと倒れちゃう。エッチな感じに見える。あらら。あ、いいぞ、治った。どうしよう。そのまま行って。こっからでもいいよ。そっち側からの方がいいね、もう。そうだね。うん。この辺か、この辺。あ、なんか、曲がんなくなった。よし。この辺から行ってくれれば。ワンちゃん、この角でもいいしね。オッケー。ここじゃねえよ。こうか。すげえ飛んだな。一番飛んだんじゃねえか。一番飛んだよ。新築。オッケー。よし。あ、いいよ。で、ここね。いいよ。この角度。うん。よし。いいぞ。よし。よし。なんか壊れちゃってない？ちょっと壊れてるかもしれない。ブルブル全然壊れてない。大丈夫だよ。大丈夫か。いや、家は丈夫だから。めっちゃ震えてるよ。ここ OK か。ここだな。あ、いいよ。ぴったりぴったり。え、あれ、あ、なんか削れねえとこ。あ、ここの土硬い。すごい。いや、多分ね、手首が浅い。なるほど。ちょっと待って。あ、すごいことになってる。入った。うちらの画面だとすごいことになってる。うん。よし、こうだな。そう。あ、いいね。あ、いいよ。あ、もうや、来たー。終わったー。いいえ。終わりました。やったー。コンテナを取得して、砂利採石場。やっと行った。コンテナ？あ、ダンス！大丈夫か？戻れ。うわ。あ、よしよし。その手首をあの上に持っていかないと。どれどれだ。やめてくれ。出た。ありがとう。出た。ああ、出た。出た。よかった。つったら、コンテナ？そっち負けちゃうよ。そっち負けんの。コンテナです。コンテナね。コンテナ。うん。あの、何も入ってないやつ、持ってくればいいの？多分。あれ、持ってた意味がよくわからんねえよ。俺、これ、ちょっと、ドンさん。え？これ、ちょっと、出さなきゃだな。ちょっと。あ、なるほど。あ、むずいんじゃない？あれ、俺、地面を。俺、ずっと下が分かった。どこ？どこ行ったの？俺、どこ来た？これ。どこ行っちゃったの？俺、今、どこいる？俺、瀬戸さん、地面の中入っちゃった。あれ？え、ここに赤い印はあるけど。え、埋められた？俺なんか知らないところに来たな。え、いや、俺すっげえ落ちたの見た。マジで？うん、地面。入っちゃった？異次元行った。入っちゃったの？戻る。
これ、これ帰ってきた。いけるこれ。あ、帰ってきた。うん、あ、本当だ、いた。びっくりした。地底に落ちてったわ。逆から行こう。そうだね、さんが掘りすぎたんだな、ちょっと多分、うん、俺掘りすぎたな、ちょっと、うん、やりすぎた、パワー上がったからな、やっちまったな、うん、パワーはペットさんがちょっと動かしたごめん、良かれと思って良かれと思ってそう、良かれと思って、うん、今度は逆に良かれと思ったんだけど、良かれと思って、こっちに動かしたちょっと待ってて、今あ、いいね。おー、うまいうまいうまい。あ、うまいうまいうまい。うまいうまい。あ、やっぱ乗っけたわ。乗った乗った。すげえな。乗った。すげえな、マジで。背負い投げ、背負い投げしてんだ、今。すげえな。そんな乗せ方絶対ダメだよ。よし、固定された。ありがとうされたな。うん。ちゃんと乗った、すげえな、乗ったわ、うん、肩で背負ってて、まさかそのまま投げてたコンテナから来るとは思わなかったコンテナから行ったわえ、これをすげえな、それを砂利採石場、砂利採石場、そのまま持ってていいかな、ね、どうやでしょ大丈夫か、うん、綺麗に乗ったもんだって、ジャリー採石場に運んで終わりかな今回は。なるほど、うん、じゃあちょっと次回はこの続きからやろう。オッケー、あー時間かかったな、うん、もう半月かかってるらしい、ステップ1半月かかってる、もう半月かかったよステップ1で、まあしょうがないよ、まあ、しょうがない、もうのんびりやってこよう、うん、半月お金かけていこう、もう借り入れとかあんのかな、お金借りるシステムもうあってもいいよな、そうだね、うん、新しい車、うん、飛行機とかも欲しいし、うん、飛行機飛行機飛行機でも飛んできたい、飛んで空輸したい、あ、あれペイさんが乗ってるのなんだっけ、緑でも鉄道さんが乗ってる、あ、なるほど、オッケーオッケー、完全にそれになったな、あ、じゃあ別にいいよこれ、あ、大丈夫、今緑の乗って、あ、ほんとに、うん、後ろから標準さんが来た、よしお願いします、運転あれおぉ飛んで、飛んでるとこ見たな、なんだ飛んだね、空上乗ったね、今ね空飛んで乗ったでしょ、トラックに何今の、何今の交通事故かと思ったら、気づいたら横からの力によってなぜか上側の力が働いたんだけど、なんかこの視点、視点、視点がやばい、ね、後ろのが視点がやばい、ちょっとトラックのせいでね、トラック、荷台のせいでちょっとね視点が見づらくなっちゃったんだけど、しょうがないんだよ、すげえ、しょうがない、やべえなこれ、まああんな乗せ方すればそれはなるよ、おーい、おー、すれすれ、あえな、あえだ、やべえな、この、この、これの方がいい、危ねっ、あいつ、なんか降りてた、なんで降りてた、人はなんで今人いた、ショーウェーブスになってた危ねえ、あいつぶつかろうとしてたな、よし、ここでしょ、ここだね、うん、の右側かな、多分で、どうすんだい、下ろせばいいのかな、下ろす、あ、どうすんの、これ繋がってんだっけ、繋がってる、うん、そのまま下ろす、じゃあ、あー、うん、いければ、はいはいはい、クソ適当な繋い方してんだよ、これ、うん、すげー、クロスで繋がってる、あれよし、はい、オッケー、はい、オッケー、やったー、来たー、あー、オッケー、無限、なんだ、無限起動車って何、無限起動は、キャタピラだね、うん、俺それで1キロ行ったってなんかもらえた4キロでさっきのやつだな、よし、じゃあ今回一旦ここで終わろう、今回この続きからやっていこう、オッケー、一旦降りて、よし、一応押して、なんか俺車の方見ちゃうんだよな、わかる、俺も見ちゃうな、よし、ではでは、はい、
ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。失礼します。バイバーイ。